さてさて、道央ツーリングデイ2の朝でございます。お世話になりましたホテルニセコノーザンリゾートアンヌプリさんを11時ね、もうお昼前やないかという11時にチェックアウトいたしまして、さあ出発いたしましょう。この日はね、なぜかダーチもね車で来ておりまして、後ろからついてくるということになりました。まあね、Facebook メッセンジャーをつないで、常にねこうヘルメットの中と車の中会話をしながら、さあツーリングしようということで、本日のルートなんですけれども、こちらニセコを出発いたしまして、まずは洞爺湖に向かおうと、ちょっと下に下るという感じですね。で、洞爺湖を見て、そこでお昼ご飯を食べて、でまあ札幌に戻るというツーリングになります。まあ僕の大好きな道230号線国道を通って札幌に帰りましょうという、まあ150キロぐらいのちょっとしたツーリングという日になっております。この日はね、7月の中旬、時間はちょうど正午頃ですけれども、気温が28度ということで、非常にまあ夏っぽくはあるんですけども、別に暑くはないねと、走ってたら気持ちいいねっていう、そんな気候の中、最初の目的地洞爺湖まで約50キロないぐらいかな、45キロぐらい、まあ1時間弱で着いちゃいますけれども、走っております。夏ということでね、もう木々の緑が濃くなって、まあ今ちょっと雲が見えてますけども、青空と木々の緑のコントラストで、あとこういう畑地帯になるとね、畑の緑と空のブルーのコントラスト、これがねなんか彩度が高いというか、鮮やかというかね、なんかおー、景色みたいになるわけです。でね、前からも後ろからも車来ないんですよね。ですからもうボケーっと、まあ集中はしてますよ、集中はしながらもボケーっと、深呼吸をしながらバイクに乗るという、ね、そんな感じでトボ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 と気持ちよく走っております。ニセコのホテルを出発してから50分ぐらいですね、洞爺湖畔を走る僕の大好きな国道230号線に入りました。まあ、入ってすぐに見えてきました、こちらおなじみサイロ展望台で、まあ、休憩、観光、お昼ご飯にしたいと思います。でバイクを止めてですね、あのサイロ展望台の建物の中のレストランを目指したんですけれども、レストランがなんと本日は予約のみの営業となりますということでした。いやー、やっぱり観光、お客さん戻ってきとるなーなんて思いながら、腹減ったと、まずはじゃあサイロ展望台から洞爺湖を眺めて空腹を紛らわそうじゃないかということでね、展望台の方にやってまいりました。正式名称洞爺湖西展望台っていうみたいですね。ここからこんな感じ、洞爺湖が一望できます。いや、心が洗われるええ景色やなと、ただやっぱり腹減ったなってね、本当にこの景色では空腹が満たされないなと。であればもうちょっと派手なアクティビティにチャレンジだということで、ここのサイロ展望台、有名なのがこのね、洞爺湖スカイクルージング、ヘリコプターの遊覧飛行が体験できるんですけども、コースはいろいろあって、我々が選んだのは12分絶景満喫コースでございます。まあヘリコプターってね、なかなか乗る機会ないですからね、ここぞとばかりにね、一番長いコース欲張ってしまいました。さあ私たちが乗車いたします。乗車でいいのかな、車じゃないから搭乗か、私たちが搭乗いたします。ヘリコプターが搭乗いたしました。はい、すいません、この黄色とブルーのヘリコプターに乗り込んでまいります。今回ね、まあダーチー、僕 T3 人で行ってるんですけども、ダーチーはちょっと下から撮影しときますということなので、 T と私2人で搭乗いたしました。いやー、ヘリコプターってこう飛行機と違って、そのまま上にふわーっと浮いていくんでね、不思議な感じがしますね。で、あっという間にこうふわーっと上まで浮いていって、さあ洞爺湖湖面の上に出るぞと、ね、このまま静かに行くと思ったら、ね、これはまあ機長さん、パイロットさんのサービスなんでしょうか。なかなかこう地面のスレスレをね、ふわーっとこうね行くんですね。これがなんかスリリングで楽しかったです。まあそんな余興もありながら、いよいよ洞爺湖湖面の上に出てまいりました。まあこの景色はね、まあドローンとか使えば見れますけどね、肉眼で見ようと思ったらやっぱりヘリしか無理ですよね。飛行機だったらもっとスピード出さないと、まあ落っこっちゃいますからね、ビュンと行っちゃうんで、このヘリコプターでまさに遊覧飛行という感じです。で、側面も前面もね、窓のスペースというか窓の面積が非常に大きいので、景色が綺麗に見えるわけですよ。いやー、本当にヘリコプターなんか乗ったのもう10年ぶりぐらいですかね。非常にこれはね貴重な体験ですよ。
てな感じでね、ほえーってこう湖眺めておりましたら、あっという間に対岸の方に渡ってまいりました。眼下に見えておりますのは洞爺湖温泉のあたりですかね。ここからこのヘリコプター絶景満喫コースはですね、有珠山の火口の上を飛んでいくんですよ。まあ有珠山、活火山ですよね。活火山の火口のね真上を飛んでいくなんていうのは初めての経験ですからね。おー、どうなんねんこれっていう感じでしたけども、火口に近づいていくとね、この火山臭がしてくるんですよ。まあ火山ガスというかね、あの俗に温泉的な匂いですよ。これがね機内に充満してくるわけです。おお、すげえと今見えてるのが有珠山の火口なんです。当然ね徒歩では立ち入れませんから、まあ、遠くの方にね展望台はあるんですけども、この火口の真上をこうやってね周回飛行というかね、ぐるーっと回って飛んでくださるわけですよ。これはね乗った方がいいです本当に全く人の手の入ってないこの自然の上をですねヘリコプターで飛びながらこうね眺めていくと、しかも火山の火口の真上ですからね、もうなんていうのだろうな、この自然を目の前にして恐怖の感情が芽生えると、まさにね畏怖の念を抱くっていうのはこういうことなんだなっていうのをね体験できる、そんなヘリコプターでございます。で有珠山の火口を通過いたしまして、お次にヘリコプターが向かいますのはね昭和新山なんです。昭和19年ぐらいですかね、火山活動によってねもこっとこう隆起してできた山なんですけれども、この辺り洞爺湖周辺のね観光スポットにもなっております。ただこのね昭和新山という山が私有地なんですよ。なのでまあ登ったりねなんだかんだしたりはできないんですが、この遊覧飛行ヘリコプターはですね特別に許可を得てこの昭和新山の上空を遊覧飛行することが許されておると、唯一のまあ観光の手段らしいですね。さあ今左手に見えておりますのが昭和新山でございます。茶色い山、先っちょの方からなんかシュッとこうガスが出てるのが見えますね。でこの昭和新山の周りをぐるーっと一周できるのがこのヘリコプター絶景満喫コースでございます。まあね下の展望台じゃなくて駐車場のあたり今見えてますね、あそこに観光で行ったことはあるんです。そこから有珠山のロープウェイに乗って有珠山の方にね登っていったことはあるんですけれども、まあ昭和新山上から見るのは初めての経験ということで、これかと、これがあの昭和新山かとぼさーっと眺めておりました。さあ昭和新山の上をね2周ぐらい旋回していただいた後、また洞爺湖を渡って元北西路展望台の方に戻ってまいります。でこの洞爺湖、まあ今洞爺湖というか T のうなじが見えておりますけども、洞爺湖のね真ん中に中島という島がポツンとあるんですよ。帰りはねその島の上を通っていくようです。まあ厳密にはね中島という島じゃなくてですね、大島、弁天島、観音島、万寿島というね4つの島の総称中島で、この中島あの一番大きい大島でしょうねあれがね、あそこまでは洞爺湖温泉からね遊覧船というか船が出てますんで行けるみたいです。なんかねめちゃめちゃパワースポットらしいですね。まあ今回はね行かないですけども、はい、ということで前方に出発地点の西路展望台が見えてまいりました。いや12分あっという間でしたね。もう終わりかと、いやこのままねこのヘリコプターで家の近所まで行ってくれへんかなとそんなことも思っとったんですけれども、あっという間に12分絶景満喫コースを終了いたしまして発着場に戻ってまいりました。いやヘリコプターね本当に楽しかったですね。遊覧飛行乗ってよかったヘリコプターということで無事着陸でございます。ストンっていう形でね着陸するんですね。絶景と、まあ、若干スリルもあるヘリコプターでね、お腹が減ってるのをひとときだけ忘れてたんですけれども、まあ地面に足をついた瞬間またお腹が減ってきましたんでご飯行きましょう。西路展望台のお隣にねお蕎麦屋さんがあるんですね。レストランはね予約の方で貸し切りだったんでお蕎麦屋さんでお蕎麦をいただくことにいたしました。でいただきましたのがこちらザルで、ザルが映ってるんですけど僕はねザルとかけのダブルセットみたいなのをね注文いたしました。お腹減ってる時にはねたくさん頼んでしまいがちペロリでございます。いや美味しかった。でお腹も満たされたところで西路展望台を出発いたしまして、さあここからね一路札幌に向かってまいりましょう。何回もくどいですけどね僕の大好きな道なんですこれね、国道230号線
という道なんですけど、これを通ってね札幌に向かってまいります。まあ、どれぐらいこの道が好きかというとね、まあ以降またねちょっと動画出そうと思ってますけれども、国道230号線札幌市内からね、まあ、瀬田名町というところまで続いてるんですが、起点から終点までただただ一本道を走るというね、そういう動画を撮るぐらい好きなんです。さあこの230号線洞爺湖からですね札幌市内まではだいたい90キロぐらいですかね。まあ洞爺湖を出てしばらく走りますと、今ルスツの町に入っております。右手に見えてきましたのが道の駅230ルスツというね、もう広い公園のある道の駅です。でちょっとね今雲で隠れちゃってますけれども、今左のね小高い山の向こう側にはお天気が良ければね羊蹄山がドドンと見えるわけですね。でルスツにはねいろんなリゾート施設もあります。左が今遊園地が見えてますね、ルスツリゾートです。で右手側に大きな建物ホテルが見えてまいりました。あちらがウェスティンルスツリゾートでございます。で右側に見えてるウェスティンルスツリゾートと国道を挟んで向かい側にルスツリゾートホテルというホテルがあるんですが、なんとこのホテル間はモノレールでね結ばれてるんです。でこのモノレールがなんとですよ、今走ってる国道の下を通ってるんですよ。下を通ってホテル間を結んでいるのと、あとはねそのモノレールはスキー場まで伸びているということで、スキーのお客さんも楽々ねという、そんなスーパースペシャルリゾート地ルスツでございます。そんなルスツを越えまして肝別に入ってまいりました。この肝別といえばそうです、中山峠が始まるよと。まあ、この230号線ね、まあ、ああいうルスツとか気持ちのいい道とかもそうなんですけども、峠越えもあるんですね。中山峠、札幌とこの肝別村の境にありますのが中山峠でございます。まあ、ただですね細い峠道ではなくてね追い越し車線完備の非常に広い道になっておりますんでね、全然臆することなく中山峠越えてまいりましょうということです。この中山峠、肝別村と札幌市の境目付近、ちょうど境目付近肝別村に道の駅がありますんでね、まあそこに立ち寄りましょうということでいつも立ち寄るとこです。はい、望洋中山というね道の駅がございますんで、そこに立ち寄ってちょっと休憩してからねいざ札幌市に入ってまいりましょう。先ほどの西路展望台を出てから距離にして50キロぐらいですね、時間にして1時間弱でございます。お時間がちょうど3時ぐらいですんでね、3時のおやつ休憩ということになります。こちらのね望洋中山道の駅の有名な食べ物といえばあれです。そう、元祖峠の揚げ芋でございます。もうこの道の駅に入ってすぐの一番目立つスペースでドドンと展開されている揚げ芋販売コーナーで揚げ芋をゲットいたしまして、お好きな味付けを楽しんでくださいねと。まあ僕はねもういろいろ味はあるんですけど、ベタにケチャップとマヨネーズでオーロラソース味でございます。まあこの揚げ芋が美味しいんですよ。あのホットケーキミックス、要はアメリカンドッグ的なね感じでお芋を揚げてあるんですけども、あっちゅう間にペロリです。まあよくよく考えるとね、じゃがいもが丸々3つみたいな感じなんですよ。それを一瞬でペロリと、お腹いっぱいになるでそれみたいな感じですけどね。まあお腹いっぱい満たされたところで、さあ道の駅を出発して 100m ほどで札幌市に突入いたしました。ここからは峠の下り道となります。まあ肝別村のあたりよりも札幌市内に入ってからのこの中山峠の道の方がね、まあ、自然が非常に豊かで、まああの追い越し車線のあるビュンビュン道路ではないので、自然の中をねのんびりこう下ることのできる気持ちのいいワインディングロードとなっております。そんな気持ちのいい中山峠のんびり下っておりますけどね、まあだんだんちょっとずつこう憂鬱になってくるんですよ。何かというとね、この中山峠を越えると定山渓に入っていくんですけれども、まああの札幌の奥座敷温泉が有名な定山渓ですけどね、あの辺りからねまあ車が混み始めるんですよね。まあ見ていただいて分かるように、もうね洞爺湖を出てからほぼ信号がない道をずっと走ってるんです。ただ定山渓あたりからね市街地に入っていくんで信号の数が増えます。となるとストップアンドゴーの数が増える、で車も混んでくる、あー札幌の市街地に入っていくんだなと、そういう感じですただね、まあ、そこを越えなければお家に帰ることはできませんからね、心して今から車混むんだぞと
というね、心づもりを決めてですね、札幌市内中心部へと入ってまいりました。でこの後 T は札幌市内のホテルにチェックインで、ダーチーは一旦家に車を置きに帰る。で私はバイクを止めて事務所に行くという具合、一旦解散をしましてね、で3時間後ぐらいかな、夜の7時札幌すすきのの居酒屋に再び集結です。ということで道央ツーリングの2日目これにて終了ということになります。今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。まだまだね、走りたい道北海道内たくさんありますんでね、今後も動画の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。最後でしょ。